さあ、こんにちは、ティンダーの脈動声、キングタクです。仙台、日帰り、リモート神社巡り、イエーイ。まあ、勝負運のある、愛宕神社、これ、勝負の運がある場所です。ここを拝めばもう、ボーリングでも、勝負運がアープ。伊達政宗ゆかりの地でございます。宮城県五穀神社もこれ、いいもんですね。はい。行ってみたいです。そして、瑞鳳殿、行ったことないですけど、青葉区の瑞鳳殿も行ってみたいです。修学旅行では行ったことないです。大崎八幡宮というのはね、犬年の守護神ですね、とイノシシと、はい。こういう七夕には祭りには欠かせないものがありますね。つつじが丘天満宮もいいですね、はい。これ、合格祈願はここですね、やはり。仙台東照宮、これ、徳川家康公の神社、もう、出生のご履歴アップです、はい。青葉神社もいいですね、癒しの場所ですね。北仙台駅には北山御山もございます、はい。というわけで、仙台リモート神社巡りでした。バイバーイ。